金田秀幸12月30日隊は日本の政治家、衆議院議員を務めた、北海道旭川市出身。1966年中央大学法学部を卒業後、国家公務員上級講習試験合格者として北海道開発庁に入庁。1982年道庁長官秘書官、1989年道庁調,調整官を最後に退官。 1993年代四0回衆議院議員、総選挙にて、旧北海道2区から自由民主党公認で再出馬し、初当選。1995年8月、村山改造内閣において、北海道開発政務次官。小選挙区比例代表並立制導入に伴い旧、北海道7区にて1996年、2000年小選挙区、勝利。 旧七区廃止で北海道6区に統合され今津博市とコスタリカ方式で共闘2003年は比例単独で再選し直後の第二次小泉内閣にて農林水産副大臣に就任2005年第44回衆議院議員総選挙で自民党は圧勝し金田が所属する総裁派閥政和県は勢力拡大したが金田は 民主党新人の佐々木隆弘に敗北し、比例復活もならず落選した。2013年、朝日、重光明受賞。ありがとうございます。